クライナに対するロシアの軍事的圧力が次第に高まる中、アメリカがどのようにウクライナ問題に対応するのか気になるところだよね。はっきり言って、ウクライナ情勢は決して日本にとっても他人事ではないよね。ロシアは、自国の安全保障を口実にしてウクライナに侵攻し、NATO 加盟国ではないウクライナに対してアメリカや欧米各国は早急な対応ができなかったことは、みんなも知っているよな。うんうん、まさにロシアの先手を許してしまった事実を、リアルタイムで僕たちも見ているからね。もし、ウクライナを台湾に、ロシアを中国に置き換えてみると、みんなはどのような印象を受ける？アメリカがウクライナに釘付けにされているタイミングで、中国が台湾に対して何らかの行為に及んでも決して驚くべきことではないんだぜ。確かにその通りだね。そのことを踏まえて、今回は台湾の情勢と中国や日本の動きについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。中国が、台湾に対してその占領を目論んでいることは紛れもない事実だよ。実際、領空侵犯は日常茶飯事、弾道ミサイルの照準は日本だけでなく、台湾にも向けられているわけで、中国はいつでも台湾を占領することは可能なんだ。なぜできることをすぐにでもやらないのかな？それは、台湾のバックについているアメリカのことを警戒しているからに他ならないだろうな。アメリカと台湾は同盟関係ではないが、台湾有事を懸念させる中国の動きに対しては、空母打撃群を派遣するなどの動きを見せ、実質的に台湾寄りの行動をとっているぜ。そして今回、アメリカは台湾に対して115億円にも及ぶ武器売却を承認したことが明らかになったよ。2022年2月8日、アメリカは台湾が保有する、ミサイル防衛システムの維持保全に向けて関連装置やサービスの売却を承認したと発表したんだ。ちなみに、この取引の売却額は1億ドル約115億円相当の金額になるものと思われるよ。2020年以降、中国による台湾への軍事的圧力が強まっており、強固な防空体制作りが急務であった台湾に対して、アメリカが支援を公言した形になるね。アメリカ国防総省傘下の国防安全保障協力局によると、台湾はすでに運用しているミサイル防衛システムパトリオットの維持や改良を目的とした、5年間にわたるプログラムへの参加に向けて、関連装置やサービスの購入を申請していたんだけど、この申請に対してアメリカが承認を与えたことになるよ。このプログラムへの参加は、パトリオットを保有する限り、アメリカ政府が義務付けているものだけど、必要な機器等の売却にはアメリカ議会の承認が必要となる仕組みとなっており、今回はアメリカ議会も台湾との取引を承認した形になるってわけ。アメリカ国防安全保障協力局の公式声明では、台湾への取引承認をめぐって、軍の近代化や盤石な防衛能力の維持を目的とした取り組みを支援することで、アメリカの国益や経済安保の利益に資すると強調したよ。また政治的安定や軍事バランスの維持などを促進するとも述べたことで、アメリカが現状の維持を望んでいることを明確にするとともに、中国の軍事的圧力に対して懸念を表明したものとなったんだ。バイデン政権になって以来、台湾への武器輸出の流れは加速しており、2021年8月には自走砲40両や弾薬補給車20両の売却を承認した動きに続いての動きとなるね。そもそもアメリカには、1979年に成立した台湾関係法があるよ。台湾関係法って？これは、アメリカが台湾の自衛力強化を支援すると定めている法律であり、その法律に基づいて武器売却が行われたことになるんだ。つまり、アメリカは同盟国としての認識は公言しないものの、周辺地域の安全保障を担保するために台湾に対して肩入れをする、ということを国是にしているってわけ。台湾を守ると言われて、中国が黙っているわけがないよね。中国から言わせると台湾は自国の領土であり、アメリカであろうと他の国であろうと、他人にどうこう言われる筋合いはないって感じかな。尖閣諸島だって、竹島だって同じようなものなんだが、日本も開き直って中国や韓国に同じような態度で振る舞ってほしいものだぜ。まあとはいえ、アメリカのこのような動きに対して、中国は当然反発するよな。中国外務省の趙立堅副報道局長は2022年2月8日の定例記者会見で、アメリカの今回の行為について中国の主権と安全、利益にひどい損害を与え、中米関係と台湾海峡の安定を大きく損ねたと述べ、断固とした反対と強烈な非難を表明したよ。この反応は、まさに中国が嫌がっていることの表れであることは間違いないよね。アメリカと台湾の蜜月関係について、日本のインターネット界隈では、台湾のウクライナ化は避けられた中国の次の一手がかなり気になるとの意見があるものの、
別の方向性で台湾にはもっと必要な兵器があるはずだとの主張も盛り上がっているんだ。台湾を効果的に防衛し、中国が手出しするのをためらうような防衛体制を構築すべきだ。というのがネット民の主張なんだけど、その主張を読んでみると、あながち間違っているものではないんだよね。ネット民の主張によると、台湾を防衛することは台湾海峡を防衛することであるとの基本を踏まえて、潜水艦の配備が重要であるとの声が多く見られるよ。台湾を占領しようとすれば、当然中国大陸から上陸用船艇が乗り込んでくるだろうし、戦略物資の補給などのためには当然多くの輸送用船舶が投入されることになるんだ。それらを撃滅するためには、潜水艦があった方が抑止力になる、というのが考えにあるようだね。それだけじゃないぜ。もし原子力動力型の潜水艦を導入しようものなら、アメリカがその原潜に核の所持を認めたならばどうなるだろうな。台湾は姿勢に回るのみではなく、むしろ中国の状況を見ながら核による先制攻撃を行うことができるわけで、いわゆる核の抑止力を手に入れることで、中国による侵略を回避することができるのではないかとの意見もあるんだぜ。一方で、原潜でなくても日本の親潮型レベルの潜水艦を、保持するだけでも十分戦力になるという見方もあるよ。核ミサイルを投入するのではなく、中国本土に対してミサイル攻撃を仕掛ける程度の対応で問題はないとの意見もあるようだね。それ以上の防衛は、アメリカと日本に任せれば良いとの意見みたい。ここに来てアメリカと日本、台湾有事に際してどのような行動を取るのかが気になってきたよね。アメリカは武器を供与することまでは積極的だけど、果たして台湾防衛のために戦力を投入するのか、ウクライナの状況を見ていると、そこまで犠牲を払うような行動には出ないのではないかとの見方が一般的だよ。だけど、中国の狙いが沖縄グアムなど、自国の主要な基地にまで及んだらどうかな。当然、アメリカは全力を持って反撃するだろうし、沖縄が攻撃を受けたら日米安保条約が発動するので、日本の自衛隊も全力で反撃を開始することになるんだ。中国も、アメリカや日本の動きはある程度予測していて、つまり日米安保条約に抵触しなければ奴らは出てこないと、高をくくっているのではないかと思えるよ。実際、台湾を攻撃されただけでは、日本が台湾の支援を行うことはできないしな。アメリカは空母打撃群などの派遣を当然行うだろうし、台湾の防衛のための戦力投入は行うだろうが、中国本土への攻撃など、中国との直接戦争に至る行為には及び腰になるんじゃないか？ウクライナにおける対応の仕方を見ると、アメリカには他国のために戦争をする勇気も姿勢もない、と考える方がいいかもね。そもそも、現在の台湾の軍事力を顧みれば、中国軍の侵攻を受けた場合に台湾だけでは数日も持たないであろうと見られているよ。かつて、中国が台湾奪還のために幾度が軍事力を行使した台湾危機において、その全てがアメリカ軍の介入により中国の目論みを打ち砕いたことは、興味のある人であればみんなが知っていると思うんだ。過去の台湾海峡危機においては、圧倒的なアメリカ軍の戦力に中国が妥協をして退いた形になっているけど、今の中国ならば、アメリカの脅しに屈することなどなく、むしろ一歩も引かずに対抗し、結果的に台湾を香港と同様に自国に組み込むつもりであると見る向きは多いんだよね。かつて圧倒的な軍事力を誇ったアメリカも、かつてとは違って自国の軍事力だけで紛争を抑制しようとしているのではなく、周辺各国を囲い込んで数の力国際的な様式において紛争を抑制しようとしているように思えるよ。実際、アメリカは2020年代になってインド太平洋地域において、自衛隊や周辺諸国、あるいはヨーロッパの NATO 諸国の海軍も引き込んで共同演習訓練を頻繁に実施することで、中国を牽制しているしね。だけど、中国の驚異的な軍拡によって、東アジアに展開しているアメリカ軍の戦力と同等か、それ以上の戦力を持つとされるまで成長していることは事実として受け止めなくてはならないんだ。つまり、今現在においてアメリカが台湾有事にどこまで介入するかは、不透明であることは間違いないってことだな。日本だって他人事じゃないよね。そうだね。国が尖閣諸島に侵攻してきたとき、果たしてアメリカは日米安保条約に基づいて対応をしてくれるのかどうか、その確約は未だになされていないから、少なくとも、日米安保条約の解釈について、疑問が生じている部分があるならば、日本政府は速やかにアメリカ政府と確認をする必要があると思うよ。その間にも、中国はどんどん既成事実を積み重ねて、尖閣諸島がかつてより中国領土であったことを主張し、実効支配を行うために人員を上陸させてもおかしくないし、
憲法9条が国を守ってくれるという、夢のような話などどこにも存在しないことを、日本に住むすべての国民が理解しておく必要があるよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。